はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リボルバーです。さあ本日なんですが、ついにですね降臨しましたバレルエンドドラゴンというね、史上最強のバレットモンスターをね使っていこうというふうに思っております。このねバレルエンドドラゴンというモンスターを、まあ、バレット使いはもう長いことね、待ちわびておりましてですね、まあ、このモンスターを出すことがバレットデッキの全てといっても過言ではない、まあそういうモンスターになっております。でこれ何をするかっていうと、このモンスターね、まあ1番2番3番ありまして、全部強いことしか書いておりません。まず1個目、フィールドのこのカードは戦闘効果では破壊されずモンスターの効果の対象にならない。まあこれはミラユーオーみたいな感じですね。で、このカードは相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃ができる。はい。でさらに、3番目、フィールドの効果モンスターを1体 と、自分の墓地のバレットモンスター対象にとって対象のモンスターの効果を無効にしながら永続的に無効にしながら対象の墓地のモンスターを特殊召喚すると。でさらにこの効果の発動に対し相手はカードの効果を発動ができない。そしてこの効果は相手なんでも発動することができると。もう3番強すぎわろたって感じなんですけども、この、3番の効果をうまいこと使って、墓地のバレットを蘇生しながら、まあ、相手のモンスターを無効にしたり自分のモンスターの効果を無効にしたりして展開していくという、まあ、そういう気になってますね。でバレルエンドのね、この強さ、この強さはですね、これ何かっていうと、結局その展開無効に永続的に効果を無効にしながら展開できることなんですよ、バレットを。なので、先行で目指していく盤面としては、バレルエンドドラゴンと、それからまあサベージ今回は、が立つ、まあもうまさにザバレットみたいな盤面にしていくということですね。で、展開は基本的にドラゴンリンクの動きを使います。あのね、このモンスターがリンク5なんですよ。だからかなり展開力を要求してくるんですね。でバレットデッキだけだとちょっとね若干展開が足りないことがあって、まあアブソルタ絡んだりとかするとね、まあ、結構いけたりするんだけど、まあそうは言ってもバレットモンスター下級だけとかだとちょっとどうしても展開できないことがあるので、今回は、まあドラゴンリンク御用達ということで、ドラゴンティレムスと竜の渓谷、それからまあドラゴンティレガテスっていうモンスターを使って展開力を増やしてあげるのと、あとデストルドとまあ、ワイバースターコラプサーペントによって、まあ、ちょっと展開力を上げてあげるっていうね、まあ、ドラゴン族であれば結構相性が良くて、まあ、そもそも、レムスの墓地から素手使うとなんかドラゴン族しかエクストラデッキが出せなくなったりとかするんで、まあ、こういうね、縛りがつくんですよ。あと、トレーサーの、効果使うと闇属性モンスターしか出せないみたいなね。だからまあ実質トレーサーと、今回はそのレムスの効果使っていくんで闇属性ドラゴン族しか出せないという縛りになっていくんですね、基本的には。なので、まあ、闇属性ドラゴン族モンスターがいっぱい入ってる感じです。はい。でですね、まあ、盤面の、まあ、を作っていくにあたって、やっぱりどうしても誘発を食らいやすい。全誘発食らいます。正直。まあ、レムスやら、ストライカーやら、ピストやら、まあ、この辺出していくのにあたりまして、まあね、やっぱりね、うららとかね、まあ、増殖する時とかめっちゃきついので、まあ、墓穴、抹殺は、まあ、入ってないといけないかなっていう。で、展開が足んないことあるんですよ。まあ、リンク5を出していくのに、まあ、展開見ていただければわかるんですけども、展開が足んないこともあって、そういう時は、一応、アナコン出してからデスフェニができるように、アナコンのデスフェニの、ギミックも入っている。まあ、一応、サブプランですね、これは。まあ、メインはバレルエンドと、それからサベージ出していきますけれども、まあ、これがトーンなそうだったとか、あと増殖するで撃たれたみたいな時には、アナコンダで専用してお茶を濁すみたいな感じになってますね。で、先に一個ね、ちょっとね、弱点言っときたいんですけども、バレルエンドの。ね、モンスターの効果の対象にならないから、トラップカードとか魔法カードの対象になるんですよ。まずですね、ドラゴバック、あれ無理です。勇者の。あと、無限抱擁。あれも無理です。つまりですね、実はめちゃくちゃ強い、うおーって言ってると、意外と簡単に返されるっていうことだけは、ちょっと皆さんにね、ご理解いただけるとな、嬉しいなというふうに思っております。はい、早速ね、このバレルエンドとサベージっていう、まあ、史上最強のバレット展開をお見合いしていきましょう。デュエル、スタンバイ。ついにね、降臨しました史上最強モンスター、バレルエンドドラゴン。このモンスターはね、今回は、バチコルトを使っていこうというふうに思っております。これはありえないほどハンドが減る動きしないといけないの、これ。アブソルーターがね、バレットいないと特殊ができないせいでですね、まあ、結構ですね、初手にめっちゃ来て事故るっていうのは結構ありますね。で、竜の渓谷の効果を発動するぜ。竜の渓谷の効果によって、敵からドラゴンティーモンスターから手札に加える。反動を切りながらなんでね、これかなりありえないぐらい反応勝負してますけど。あ、うららね。これ通らないと、ちょっとお話にならない気がするんで。
残念ながら抹殺を打たざるを得ない。でもね、ワイバースターがね、ちょっとね、どうしてもね、弱くて、その闇属性が多いから、初手にワイバー来ちゃうとちょっと微妙なんですよね。まあ、コラップを先に、あ、じゃあコラップか、ごめん。コラップサーベイとかしちゃうと、微妙で、ワイバーが先に来てほしい。光属性の方ね。はい。で、ウララを無効にして、そしてドラグニティレムスを手札に加えていく。そしてドラグニティレムスの効果を発動する。ドラグニティ、アブソルータも発動する。アブソルータドラゴンの効果によって、自分のデッキからバレットモンスター相手を手札に加えることができる。そして、レムスの効果を発動。ドラグニティレムスの効果により、手札からこのカードを墓地に送ることによって、竜の警告をサーチ。ありえんくらい手札を捨てていくぜ。ありえんレベルで手札を捨てていくぜ。そして竜の警告の効果発動。一応ね、これを受けてもあまりあるほどの展開力をね、見せられるので、ちょっとお待ちください。コラプサーペントを墓地に送って、でさらに、ドラグニティレガデスを手札に加えていく。レガデスの効果、ドラグニティ、間違った、警告がある場合自身を特殊召喚できる。現れろレガデス。そして墓地のレムスの効果を発動。レガデスがいるんで特殊召喚できる。これで召喚権を使わずに超持続ドラゴン族モンスターみたいに並べることができた。現れろリンクマーカーにドラゴン族と超持続魂をセット。リンク召喚ドラグニティロムルス。そしてロムルスのリンク召喚成功時効果を発動。ドラグニティナイトロムルスはリンク召喚に成功した場合、竜の警告またはドラグニティカードをサーチできる。うわありえんぐらい竜の警告サーチしてっけど全部使ったまである。まあ、この3枚目は使わないけど。そしてバレットトレーサーを召喚し効果発動。フィールドの表書きカードを破壊しデッキよりバレットモンスターを特殊召喚し、この効果の発動後ターン終了時まで闇属性モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚はできない。そして、バレットトレーサー一体でリンク召喚現れるリンク1ストライカードラゴン。リンク召喚成功し効果発動。ストライカードラゴンの効果によりリボリブードセクターを手札に加えていく。そしてバレットリチャージャー一体でリンク召喚現れろシュゴリーピスティ。いやもうシュゴリーもねいなくなりましたよね。これ昔はねアガーペイン、エルピスティっていう動きしてたんですよね。はい。でピスティの効果発動。ピスティの効果により自分の墓地のバレットトレーサーを特殊召喚はっ。そしてバレットトレーサーとピスティをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ我が道を照らす未来回路。召喚条件は闇属性ドラゴン族モンスター2体デリンジャラスドラゴン。そしてストライカードラゴンの効果デリンジャラスドラゴンを爆破し自分の墓地のバレットリチャージャーを手札に加えていく。この動きがねクソ強いんですよバレットは。そしてバレットリチャージャーの効果闇属性草でできたモンスターが破壊された場合バレットリチャージャーを手札から墓地を送りバレットモンスターを墓地より特殊召喚していく。そしてバレットトレーサーが特殊召喚されたことにより自分の墓地のデリンジャラスドラゴンの効果発動。自身を墓地より特殊召喚。これによりロムルスデリンジャラスストライカードラゴンをリンクマーカーにセット。現れよ我が道を照らす未来回路。召喚条件は効果モンスター3体以上。俺はロムルスとデリンジャラスとストライカーをリンクマーカーにセット。閉ざされし世界に終焉をもたらす我が神父リンク召喚現れよリンクをバレルエンドドラゴン。そしてバレルエンドドラゴンの効果ヘイド上のモンスター1体を最初に取りそのモンスターの効果を無効にし墓地よりバレットモンスター一体を特殊召喚。そしてバレットリチャージャーはレベル4。そしてバレットトレーサーもレベル4。バレットリチャージャーにバレットトレーサーをチューニング。大志竜よその獰猛なる牙を銃弾に変え撃ち抜けシンクロ召喚現れろレベル8バレルロードサベージドラゴン効果発動。このモンスターが特殊召喚に成功した場合自分の墓地のリンクモンスター相手を装備しそのモンスターの数だけそのモンスターのリンクマーカーの数だけカウンターを置きこのカウンターを取り除くことによって相手のカードの効果を無効にしていく。このぐらいで勘弁しようやろう今回は。さあかかってこいプレイメーカー。これがねバレット展開の理想ですね。バレルレンドとサベージを出してで効果無効1回と何でも効果無効が1回ということですね。モンスター効果1回無効。そしてバレットモンスターを展開することもできる。最強だぜバレルレンドドラゴン。ちなみにバレルレンドドラゴンの効果に相手はカードの効果をチェーンすることはできない。天空の交際何プレイメーカーと思ったらこれあれや榊優やったわ。榊優や来た螺旋のストライクバーストオットアイズモンスターというのが加えるいいだろう。
まあ、ちょっとあのあれですね、あの象字をぶん投げるのはあのちょっとあの慎重に行わないと。まあ、でも象字投げてもいいぐらいだけどな。どうせペンデラム敷くんだこれ、わかんねえけど。ああ、エンタメイトペンデラムマジシャン、いいだろう。マジで榊優也じゃんこれ。マジ榊優也来た。ラストペンデラム、オッケー。これもうスケールあるから、もうこれここでゴキブリぶん投げるでしょ。はい、さあゴキブリが通ったと大丈夫か。ゴキブリが通ると、ちなみにこれ結構あのエクストラめっちゃ使うんでバレルエンドを出すのに、なのでなんかその2回目のバレルエンドとかはなんかいまいち出ないですね、さすがに。はいはいはい、デッキ経験がないよこれは。バレルエンドとバレルロードの効果を、まあ、うまいこと使いまして相手の展開止めていくしかないで、ペンデラムマジシャンの効果は無効にしなくてもあんま変わんないで、ペンデラム召喚してくる。なるほど、エレクトラムの効果無効にしたらいいんじゃね、わかんねえけど。ペンデラムテーマってなんかエレクトラムの効果無効にしたらいいって言ってた、おばあちゃんが。あ、わからん、なんだこれ。あー、いや、これはダメじゃね、これダメじゃね、これダメだろ。拒否、バレルドラゴンの効果発動、ペンデラムマジシャンの効果を無効にしたのに自分の王子よりバレットトレーサーを特殊召喚できる。うわー、効果無効でバレットトレーサーを特殊召喚するとかいう、なあまりにも謎すぎる最強コンボ、強すぎこれやってるとおかしいですよね。なんかモンスター効果無効にしたから帽子からモンスター特殊召喚って意味わかんないですよね、やってると。そこそこ意味わかんない。さあトレーサー君が出てきて、トレーサー君はちなみに相手でも展開することを持っている。なに、天空の子さ止めたらいいんじゃね、これ鴻上校じゃね、おったやつ持ってこられたらなんかやばいこと起きそうじゃね、わかんねえけど、わかんねえけど、これちょっと向こうでちなみにもう妨害ないっす、もう妨害はない、言うて2妨害ぐらいだから。さあバレルロードサベージドラゴンの効果によって天空の交際を無効にしていく。はいオッケーで、バレットレーサーの効果、ドラゴンキーナイトロムルスを破壊し、自分のデッキよりバレットモンスター相対を特殊召喚できる。これによってマグナバレットドラゴンを特殊召喚、よし、これでマグナバレットを特殊召喚し次のターンに備えていくぜ。俺のターン、ドロー、ディスクが、うわ、ゴミ来た、ゴミが来た。手札よりリボルブートセクターを発動、リボルブートセクターの効果により手札からバレットモンスター相対を特殊召喚できるぜ。リボルブートセクターの効果、手札よりバレットシンクロンを特殊召喚、そして、バレットトレーサーの効果を発動、バレットトレーサーの効果によりリボルブートセクターを爆破し、自分の墓地から、バレットモンスターを特殊召喚できる。これによりモンスターを4体並べることに成功するぜ。うわー、そして効果モンスター4体の魂をリンクマーカーにセット、現れろ我が道を照らす未来回路、召喚条件は効果モンスター3体以上、サーキットコンバイン、そのさりし世界を切り裂く我がレップリンク召喚、現れろリンクバレルソードドラゴン、これが究極バレットデッキ、粉砕してくれるバトルフェイス、行けバレルローサベージ、陣内のバレルファイヤー、天候のバレルソードスラッシュ、バレルエンドの攻撃、アルティメットバレットキャノン、そしてバレルソードの効果、フィードのモンスター一体を守備表示し、このモンスターはもう一度攻撃することができる、電光のバレルソードスラッシュ2連打、強すぎ、最強だこの一撃は。はい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 、はい、ゲーム3回ありますね、高校ゲーム3回を握っている通るかこのカードが、教えてくれ。デスペアの同期アルベル来た、来たか、ついにデスペアの同期アルベル、ラクイン融合っていう最強のカードかな、これでサーチできるようになったから、まあだいぶね強くなりましたね、デスペアデッキは。劇場の方なんだ、なるほど、あのラクイン融合はまだ持ってないのか、ちなみにもう持っているのか、何ラクイン劇場デスペア、これやばいな、上振れるところやばいぞ、普通にあの上振れるとなんかミラジェイドドラゴンサビラみたいな展開できるんだけど、あ、これは増殖筋取れ、うわー、ダメ、ここゲーム差加減、よし
高校ゲーム参加権許された。よし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 、いいぞ。オッケー。とりあえず、こう、マスカレード、キモキッショ、うざ、ダッシュガイキッショ、ちょ、ま、マスカレードとか言うけど、お前やる気がしすぎなんだ。毎回毎回このそばモンスター来るんだけど、手札に。うざすぎるんだけど。マスカレード短期、結構きしょいな。結構きしょいな。マスカレード短期、結構きしょい。どうしよう。いや、割ときしょいぞ、あれ。いやもうなんかさ、その商標登録料を徴収してくるのにマジでやめてくんない？ガチでうざいんだけど、これ。リーの警告の、効果発動して、まあ、とりあえずアブソルート、アブソリューターを切るしかないね。ですね、これはデッキからドラグンティーモンスターというのに加えるしかない。アブソルーター墓地送って、これ展開力的には申し分ないんですけど、ただちょっと効果の発動めちゃくちゃ多いんですよね。だからこうマスカレードを放っとくと死ぬんで、このマスカレードをまず殴ってからじゃないと無理かもしれんわ。あのね、あまりにもね、効果発動する回数が多いから、このデッキ。多分ね、死ぬと思う。マジで、あの、展開してる間に死ぬと思うわ。はい。で、6200しかないでしょ。もうだって、あと10回くらいしかさ、効果発動しないとできないからさ。もうなんか、殴るに行かないとダメだね、これはね。これ、バレットシンクロンで1回、天への力心して、ぶん殴りに行ってから考えるの結構あるな。こうだな。ちょっとね、効果の回数多すぎる。あれ、あまりにもバレルエンド行くまでには。で、バレットシンクロン召喚して、バレットシンクロンの効果を発動。アブソルータードラゴンを墓地より特殊召喚できて、これが、バレットシンクロンプラスアブソルータの、まあ、あの強いところ。まあ、この、効果を使ってしまうと、やめ属性縛りがつくが、そんなことは関係ない。そのタイミング。なるほど。まあ、でもこれ、あと1回しか特殊召喚しないんで、まあ、いいでしょう。天意の竜騎神を特殊召喚していく。ちなみに、あの、ハリファイバーとかできないからね、これね。この後。で、天意の竜騎神を特殊召喚。バトルじゃねえ、一回。これ、増陣通ってるから、しかもなんかこっちも展開できんし。さあ、天意の竜騎神でアタック。うわ、天意の竜騎神はちなみに、一応、あの、相手の効果の、モンスターの効果無効っていうか、相手のモンスターの効果が発動すると、モンスターの、を除外するっていう効果があって、まあ、一応それがあるから、まあ、弱くはないかなっていう気はするね。うん。5500はちなみに永続的にアップしてるぜ。エンドフェイス。まあ、ドヤ顔で、あの、ゴリゴリに展開して、あの、増殖する字を貫通するほどの、あの、デッキではないです。一応、言うてそれ2妨害しか増えないし、無限包容やめろ。やめとけ。バレットシンクロンに打たなかったのはお前頭がいいぜ。この、最強のモンスターを突破できるんならしてみな。マスカレード出てくる、やばいな、突破されそう普通に。ギャースギーギーギャーくそ、ドラゴスタプレイヤーも結構めんどくせえな。それはそれでめんどくせえ。やるじゃねえか。言うて超融合とかすごい強いですからね、今、多分環境的には。楽園融合流行ってるんで、楽園融合流行ってると、多分超融合でミラジェルスって融合できるんで、めっちゃ強いと思うんですよね。とりあえず、一回竜の警告発動するしかないか。ドラゴスタペリアをや、踏んでから展開をしなければならないので、まあ、あいつがどこに効果打ってくるかによるんだけども、まあ、レムスの効果通りますね、これね。レムス効果通る。で、竜の警告を持ってくることができる。で、竜の警告、これで3枚見えた。うん。まあ、警告じゃなくてね、レッドアイズカードにするっていうあの方法はあるんですけどね、ちなみに。ただ、レッドアイズカードって結局、なんか初動がブラックメタルしかないから、まあ、竜の警告の場合は、竜の警告とレムスが両方とも初動になるんで、強いんですが、これはどうしよう。とりあえずワイバーサー行くか。むずいな、これ。墓地のバレットシンクロンを除外し、ワイバースターを特殊召喚。そして、これはだな、これクイックリボルブやな。クイックリボルブトレーサーじゃないか。クイックリボルブの効果と、クイックリボルブの効果により、デッキからバレットモンスター相手を特殊召喚できる。これによってバレットトレーサーを特殊召喚。そして、レベル4のワイバースターにレベル4のバレットトレーサーをチューニング。シンクロ召喚。現れろ、コントンマリュー、カオスルーラーだ。ちなみにカオスルーラーは打点が3000あるため、ドラゴスタペリアで上から叩き潰すことができる。そして、ワイバースターの効果と、ワイバースターは、墓地を食らった場合、デッキからコラプサーペントを手札に加えることができる。
これが強いんですよ。だから手数増えるんで、まあ、ドラゴンストピレのことは無効にするしかないわな。まあ、なんて言ったって打点で抜かれるから、どっちにしてもここで使わないと意味がないな。そしてスタプリア君の効果で、カオスルーラーの効果が無効になりレベル1になった。そして、サーペントを手札に加え、そしてここからはもう相手あれだな、あの妨害ねえな。ってことは気持ちよく展開させてもらうぞ。まずは竜の警告を発動。竜の警告の効果によって、手札を一番墓地に送り、これはドラグニティモンスターを手札に加える方がいいな。ああで、竜の警告を墓地に送って、ドラグニティモンスターを一体手札に加えるぜ。そしてドラグニティレガズスを特殊召喚。ほっ、さらに墓地に存在するドラグニティレムスの効果を発動する。このモンスターの効果により自身を特殊召喚し、この効果の発動後、ドラゴン族モンスターしか特殊召喚できない。そしてドラグニティナイトロムルスをリンク召喚していく。そして気づいているか、気づいているか、まだ俺は召喚機を使っていない。行け、バレットトレーサーを召喚。バレットトレーサーの効果を発動。バレットトレーサーの効果により、竜の警告を破壊し、自分のデッキからバレットリチャージャーを特殊召喚。そしてバレットトレーサー一体でリンク召喚。現れろ、ストライカードラゴン。ストライカードラゴンの効果発動。リンク召喚に成功した場合、自分のデッキからリボルブードセクターをお手札に加えることができる。さらにバレットリチャージャーのを一体でリンク召喚。現れろ、シゴリピスティ。そしてシゴリピスティの効果、自分の墓地よりドラゴン族モンスター一体を特殊召喚できる。ちなみにピスティがいるとドラゴン族モンスターしか出せないという縛りがあるが、もうすでに レムスの効果によってドラゴン族しか出せないという縛りがついてるから、あんまり意味がないぜこの縛りはな。うん、なんか朝食をパンしか食べれないぐらいのあの感じの縛りだぜ。シゴリピスティとトレーサーを肉まかせとサーキットコンバイン、デリンジャラスドラゴンをリンク召喚。さらにストライカーの効果を発動。デリンジャラスを爆破し、自分の持ちのバレットリチャージャーを手札に加えていく。さらにバレットリチャージャーの効果を発動。自身を手札から墓地を送り、自身、の墓地のバレットトレーサーを特殊召喚。さらに、自分の墓地のデリンジャラスドラゴンはバレットモンスターが特殊召喚成功した場合、自身の墓地から特殊召喚できる。そしてロームルス、デレンジャラス、ストライカーをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、現れろ、我が道を照らす未来回路。召喚条件は効果モンスター3体以上、とどされし世界に終焉をもたらす我が神風リンク召喚。現れろ、リンク後バレレットドラゴン。召喚ムービーよこせ。召喚ムービーをよこせ。墓地よりバレットリチャージャーを特殊召喚。さらにバレットリチャージャーにバレットトレーサーをチューニング。大石竜よ、そのどう猛なる牙を今銃弾に変え打ち抜け、シックの召喚。いでよレベル8バレルロード、サベージドラゴン効果発動。自分の持ちのリンクモンスターを装備し、このモンスターにカウンターを2つ置き、このモンスターのカウンターを届くことによって相手のカードの効果を無効にしてすることができる。このぐらいで今回は勘弁しようとやるぜ。さあお前のターンだ。まあ今回はこんぐらいで勘弁しといてやるぜ。さあかかってきやがれ。何でも効果無効おじさんと、効果無効おじさんが立っていて、そして打点は3600、3500。どうだ、超えられねえだろ。どうした、おじけづいたのか。うええまあこの盤面心折れるわな。なるほど、これだったらいけそうな気がするな。オロマイ打ち、バレット持ってくるやつ。オロマイ打ちだな、オロマイ打ち。で、いや、これデストルドーか。これデストルドーだったらいいか。これ、アブソルト出せるから、デストルドーで展開上げたらいけそう。これ、ね、選択肢が取れるんで、デストルドーは入れた方がいい。基本的にはでアブソルト、あの竜の結構で落とすことができますからね。はい、そしてまあ一応ちなみに一応ブルーアイズとブルーアイズジェットドラゴンを竜のレベルと一緒に出張させるっていう説もあります。ちょ枠食うけど。でデストルドを自身の墓地から特殊召喚させる。はいはい、ちなみにドラゴン族のあのモンスターが4体並びはいいんですよ基本的に。
4体並んだらあのロムルスとリンクマーカーをなんかあの用意できるんで、基本的にはね。なのでですね、ここで、デストルドを1体でリンク召喚で、ここでストライカーズでしょ。 OK。 ほんでデストライカー効果発動、これによってリボルブートセクターを加えるぜ。もうね、ディスクガイとかいうモンスターをちょっと無視してください一回。マジゴミなんで。で、ストライカーとアブソルーターでリンク召喚、現れよドラグニティナイトロムルス。しゃ、そしてロムルスの効果とアブソルーターの効果を発動。ロムルスの効果により、竜の、いやこっちの方が先だな、アブソルーターをチェーン1、ロムルスをチェーン2で発動。今どっちでもどっちを組むかっていうと、あのウララを食らって大丈夫な方に一応あのチェーン組む方がいいですね。で、竜の警告を手札に加えていくぜ。そして、アブソルーター効果でトレサー、はい。でこれ正直何でもよくて、竜の警告発動、まあ、これ叩き割ればいいか。ちょっとイボリブタセクター残しておこう。で竜の警告を叩き割って、でリチャージャーを手札に、手札じゃない、デッキから特殊なんでいる。 OK、 これで OK です。もうこの形、もう とにかくこの形、ドラゴン族モンスターを4体並べて、まあ、4体っていうか、まあ4体分並べて、でリンク召喚をして、ストライカーとピスティとロムルスの形を作れば、もうドラゴンリンク完成。大式竜よ、その獰猛な牙を柔軟に2回打ち抜け、真空の召喚バレルロード、サベージドラゴン。かっこいいね、本当にかっこいいね、このモンスターは。どうこの盤面、マジでかっこくない、これガチめにかっこいいと思うんだよね、これ。クソやべえだろ。バレットのこの盤面マジで本当になんか、でもここにね、もう一体ぐらいなんかバレルソードぐらい立ってるとね、かっこいいんだけど、そんなにさすがに展開力ないんでね。リンク5ですからね、このバレルエンドが。なかなかね、やっぱね、その素材を要求してくるんでね、大変なんですよ。さあ、心が折れてされんだし、それはないわ。ちょ、それはないわ、マジで。ラバゴは効いてないよ。ラバゴは、ラバゴ持ってたらちょっと教えて。